5月29日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位はエピタキシー。目標タイムは1分 3.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列2レース。予想上位はエイシンダズル。目標タイムは1分 15.5 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列3レース。予想上位はつば九郎。目標タイムは1分 2.9 秒です。硬いレースになりそうです。門列4レース。予想上位は MTU の。目標タイムは1分 53.4 秒です。硬いレースになりそうです。門列5レース。予想上位はディックコンチ。目標タイムは1分 17.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列6レース。予想上位はモズミラクル。目標タイムは1分 4.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列7レース。予想上位はヒーローオーソ。目標タイムは1分 15.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列8レース。予想上位はシャイナコ娘。目標タイムは1分 2.1 秒です。荒れにくいレースになりそうです。門列9レース。予想上位はミッドナイトベルン。目標タイムは1分 15.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列10レース。予想上位は大雪王。目標タイムは1分 3.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列11レース。予想上位ははぐれ雲。目標タイムは1分 1.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列12レース。予想上位はディオスメッセージ。目標タイムは1分 14.7 秒です。硬いレースになりそうです。船橋1レース。予想上位は石庭中央。目標タイムは1分 16.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋2レース。予想上位はインガーコーテル。目標タイムは1分 17.4 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。船橋3レース。予想上位はヨガの誉れ。目標タイムは1分 39.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋4レース。予想上位はスマイルナウ。目標タイムは1分 15.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋5レース。予想上位はリアルデグニティ。目標タイムは1分 37.7 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋6レース。予想上位はビットコイン。目標タイムは1分 43.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋7レース。予想上位は北三エルピス。目標タイムは1分 32.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋8レース。予想上位はジャックメモリアム。目標タイムは1分 15.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋9レース。予想上位はランテロ2期。目標タイムは1分 43.0 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋10レース。予想上位はゴールドレガシー。目標タイムは1分 42.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋11レース。予想上位はギガース。目標タイムは1分 13.6 秒です。荒れる傾向が強いです。船橋12レース。予想上位はクジラ。目標タイムは2分 26.5 秒です。荒れる傾向が強いです。
名古屋一レース、予想上位はデュエットカラー。目標タイムは0分53.5秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋2レース、予想上位はキャルドカフェ。目標タイムは0分56.1秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋3レース、予想上位はプスティス。目標タイムは0分57.0秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋4レース、予想上位はエッセンシャリティ。目標タイムは0分 55.2 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋5レース、予想上位はムーランドール。目標タイムは0分 55.0 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。名古屋6レース、予想上位はラグナキリア。目標タイムは1分 19.7 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋7レース、予想上位はドゥバンスマン。目標タイムは0分 55.6 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋8レース、予想上位はウィンライズ。目標タイムは1分 20.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。名古屋9レース、予想上位はアイブルマン。目標タイムは0分 55.3 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋10レース、予想上位はロードオブシャドウ。目標タイムは0分54.6 秒です。荒れる傾向が強いです。名古屋11レース、予想上位は水戸のウォリアー。目標タイムは1分 32.0 秒です。超荒れそうな予感がします。名古屋12レース、予想上位はミカノベニウス。目標タイムは0分 55.6 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。園田1レース、予想上位はチュンヨウ。目標タイムは1分 35.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田2レース、予想上位はエロイム・エッサイム。目標タイムは0分 51.7 秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。園田3レース、予想上位はプロバブルチェンジ。目標タイムは1分 33.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田4レース、予想上位はサトノ・ドゥーチェ。目標タイムは1分 32.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田5レース、予想上位はエクソソーム。目標タイムは1分 32.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田6レース、予想上位はスプランディッド。目標タイムは1分 32.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田7レース、予想上位はサインポール。目標タイムは1分 55.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。園田8レース、予想上位はリボンピッチ。目標タイムは1分 31.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田9レース、予想上位はカリリッキー。目標タイムは1分 32.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田10レース、予想上位はタガノフリューゲル。目標タイムは1分 56.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。園田11レース、予想上位は大気ザ・モーメント。目標タイムは1分 31.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。園田12レース、予想上位はベベー。目標タイムは1分 20.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。
グレースショコラ、トレビアンクリール、エイシンアイビー、メモリーメイラード、フランフィズ、キトゥンワールド、マーニク、ロイヤルメロディー、ヒーローホース、タルマイさん、アースウルフ、ヤマトの光、シンプロレタリアと、ミッドナイトベルン、ジェイバディ、アースルナ、ウェブタイザン、コインポケット、ワイルドラブ、お待たせしました。レオアトロポス、イーガーコーテル、エンチャント、ヨドの誉れ、ランドプラネット、ヤマイチエスポ、北サンエルピス、ブルーミングヒル、サンドジョーカー、タカラライナー、オークハンプトン、ロマンスグレー、北野インディ、カールスバート、オーソレリカ、ハセノクラウン、魔王のオラクル、タンタシオン、パーティーキング、フェアリープレスト、カロッテフリオーソ、ウォーカーカップ、デュエットカラー、キャルドカフェ、バンダルジャン、クロスロード、北野レジータ、ナイトフォールさん、アラタマシップ、ミンサム、アストロパワー、スパーキングブルー、ファーマシャイン、マルトクローレル、グレイトフルデイズ、エナジーロマネスク、ロイヤルストレート、純陽、キャンディローズ、フーライラ、サンライズアトム、マーレイン、ブラックアウト、アメトリン、スプランディット、ミアビルーナ、リコーセイラン、マリオヌ、バリドゥス、ピロコギガマックス、スナークユーマ、タライロン、ミステリアダディ、NK ジャパン、セブリンブリーズ、アカリリッキー、キーチオータム、ロードボラーレ、コスモ大使、デランブル、セユンスイート、タオロマイ、クロイバラ、パラソーレ、トーケンクミー、イカロスカフェ、リコークルセーダー、クイーンサイド、大雪王、DS エンス、トリニタリアニズム、セザングレイブ、マッドネスカズ、キャップ、日の出ミッチー、ゴールドベレー、グロー、ランテロニキ、エドのフェニックス、リノデスティーノ、ラコンチャ、マイネルペルセウス、ビジットウィングス、キタノステート、ビーガール、フェアリーピコ、パワーエンブレム、グレースブロード、ハーピークオーレ、名称小結び、フレッチャネーラ、エーメル、アンサングヒーロー、虹色ハーピー、ミカノベニス、つかさトレイン、グルネットスター、アングラー、MO ベリー、西のぶち抜け、モズクルードラゴン、セイバンキッシュ、ベアメイフェザー、名称マサカリ、ヒシアラカン、フレイムフォース、エレガントフルール、ジューンステータス、マチェドニア、エチゴノータゲ、ラビットヘアー、ハタノラトゥール、セオグランジ、ゼファーラーテル、クイーンディーン、チークルージュ、コールミーメイビー、ビーバローズ、アモールファティ、ヤマタケメジャー、マッタナシ、ガリグラス、男行き、ツバクロー、エイシンアスター、アーリーヘッド、ダイメイゼット、エムティピース、北山山吹、ビアンソリッド、天啓、大気バンディエラ、グシちゃんの空、西の架け橋、大の国王、アース姫、サクラロア、東洋のマジオ、ラグドール、ディオスメッセージ、チェンテナイオ、エポーナメロディ、セレナベール、リクエスト、ジャスミンカーラ、ミホの奇跡、ゲンパチルミナス、レゾリュートスカイ、ラピスアダマンス、ディスコンティ、タイセイアゲイン、
エイム・フォー・エース、モノノフ・ブラック、ヘリアンフラ、ギガース、ストーム・シャドウ、菊一文字、プリンセス・ツッキー、ウエスタン・アミーゴ、トリプル・アイ、プリンシア・ティアモ、セイル・アウェイ、オーケントップ、トモノコリ、カール・ポメロ、ソング・フォーマーや、名称先駆け、ドゥバンス・マン、夜の女王、オンワード・セルフ、ピボット、チハヤ、ビッグ・ベッター、スターライト・ブルー、ファベル・ジェイク、オゼイユ、イースト・ベンティ、ディープ・プレザント、キャプテン・カーク、マースト・ファクト、エロイム・エッサイム、名称・クダン、AT ・タキオン、サトノ・ドゥーチェ、クリスバーグ、サクラトップロール、サノワン、ハシの王者、ヒーラーギ、エイシン・ブギーマン、ヒーリングアート、メタル・メタリカ、ハヌマーン、カイマナ・エレーレ、サン・アーバイン、ダンス・デ・ミルリトン、ホー・オー・ライジン、角のゆとり、エルマニート、アリウシナ・シオン、ミラージ・フルール、白山マックス、モーニングコスモス、白山織姫、白山トップ、ワンオブアカインド、白山セーブル、ナビゲーター、シトラスフレーバー、リンクスリー、ザビッグマン、ムジークフェライン、レインボーグレース、西野フォーリーフ、サインポール、メイプルキャプテン、スッカ、フレールジョア、ココ姫、ミカちゃん、サクラガーディアン、エピタキシー、エイシンギャラン、ビービーラフター、ライメイウィザード、ブルーポピー、ミレニアムバイオ、ノボコちゃん、バーニングインド、競泳パラスト、シャルフジン、ビッグショータイム、シュネーガッツ、テイエムダイあたり、ユアソング、ムーランドール、コーエイスーシェフ、ゼンダンヤマト、エイブルマン、エコロジェネラス、白山ブレーブ、ビーチボーイ、エクソソーム、カタラ、スターオブケリー、ガーヤメ、プラズマ、ナムラアダム、リボンティーチ、アポロダーウィン、門別第一レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは一番ゴールデンワイルが好スタートを切った。一番ゴールデンワイルの背後には4番モーニングコスモス、2番グレイスショコラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ゴールデンワイル。その後には8番エピタキシーと2番グレイスショコラが続きます。8番エピタキシーが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番エピタキシーがゴールイン。続くは1番、6番、2番。門別第2レース、各馬、揃って。スタートが切られました。1番伸びしろしかないが早速先頭を取る。その後ろには5番エイシンダズル、6番マキシマムドライブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番伸びしろしかない。その後には6番マキシマムドライブと5番エイシンダズルが続きます。5番エイシンダズルが先頭に立つか、先頭か。5番エイシンダズルがゴールイン。続くは6番、1番、3番か。門別第3レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。1番つば九郎が前に行きます。2番手は7番バーアピアーズ、3番未来兵法章か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番つば九郎、その後には7番バーアピアーズと3番未来兵法章が続きます。1番つば九郎そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。1番つば九郎が1着見事。続くは7番、3番、4番か。門別第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは1番 MT のが先頭に立ちます。その後ろには5番花あやめ、3番北のデュエルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番 MT の、その後には3番北のデュエルと5番花あやめが続きます。1番 MT のそのまま逃げ切れるか、独走か。1番 MT のが1着見事。続くは5番、2番、6番か。
門別第5レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。7番菊池代が早速先頭を取る。2番手は8番ブラーブシュバリエ、2番パラソーレカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番菊池代、その後には2番パラソーレと5番ディックコンチが続きます。5番ディックコンチが後ろから追ってくる、先頭か。5番ディックコンチがゴールイン。続くは7番、8番、2番か。門別第6レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。8番北から来た天使が早速先頭を取る。後を追うのは5番ロイヤルメロディ、6番モズミラクルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番モズミラクル。その後には5番ロイヤルメロディと3番クリムゾンジュエルが続きます。6番モズミラクルそのまま独走か、逃げ切れるか。6番モズミラクルが1着見事。続くは5番、2番、3番か。門別第7レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。6番リアンソリッドが早速先頭を取る。2番手は5番スマイルケイ、7番テンケイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番スマイルケイ。その後には6番リアンソリッドと7番テンケイが続きます。3番ヒーローオーソが後ろから追ってくる、先頭か。3番ヒーローオーソがゴールイン。続くは5番、9番、1番か。門別第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。2番スペースアギトが早速先頭を取る。2番手は7番シャイナ小娘、8番レイは北斗か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番シャイナ小娘。その後には2番スペースアギトと8番レイは北斗が続きます。7番シャイナ小娘そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番シャイナ小娘がゴールイン。続くは8番、1番、6番か。門別第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは1番マチェドニアが好スタートを切った。後を追うのは10番ライメイウィザード、9番ロングビーチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番マチェドニア、その後には5番イカロスカフェと10番ライメイウィザードが続きます。4番ミッドナイトベルンが追い上げてくる、先頭か。4番ミッドナイトベルンが1着見事。続くは5番、7番、1番か。門別第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは10番サンシュバリエ。10番サンシュバリエの背後には6番フィールドスカイ、5番ミラーチュフルールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番サンシュバリエ。その後には6番フィールドスカイと3番クイーンサイドが続きます。9番大雪王が後ろから追ってくる、先頭か。9番大雪王が1着見事。続くは10番、3番、門別第11レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。2番 DS 円数が前に行きます。並ぶように11番東洋のマジオ、1番ハグレグモか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番 DS 円数。その後には1番ハグレグモと11番東洋の魔女が続きます。2番 DS 円数そのまま独走か。逃げ切れるか。2番 DS 円数がゴールイン。続くは1番、3番、12番か。門別第12レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。4番 G クリンネが早速先頭を取る。2番手は6番北サンマーベラス、3番ディオスメッセージか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番 G クリンネ、その後には1番ワイルドラブと6番北サンマーベラスが続きます。3番ディオスメッセージが追い上げてくる、追い抜くか。3番ディオスメッセージがゴールイン。続くは1番、4番、6番か。船橋第1レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。4番セキテイジュオーが前に行きます。2番手は6番ルチェビアンか、7番ソーサレスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番セキテイジュオー、その後には6番ルチェビアンかと7番ソーサレスが続きます。2番レオアトロポスが先頭に立つか、先頭か。2番レオアトロポスがゴールイン。続くは4番、5番、6番か。船橋第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。先頭を走るは2番キモンルート。後を追うのは3番イーガーコーテル、1番エトナメロディーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番イーガーコーテル。その後には2番キモンルートと1番エトナメロディーが続きます。
3番イーガーコーテルそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番イーガーコーテルが1着見事。続くは4番、2番、1番か。船橋第3レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。5番ヨドの誉れが前に行きます。2番手は10番マリークロード、1番エンチャントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ヨドの誉れ、その後には10番マリークロードと9番ジャスミンカーラが続きます。5番ヨドの誉れそのまま独走か、独走か。5番ヨドの誉れがゴールイン。続くは9番、11番、6番か。船橋第4レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。4番スマイルナウが早速先頭を取る。後を追うのは5番ミホの奇跡、2番のボコッチャンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番スマイルナウ、その後には5番ミホの奇跡と2番のボコッチャンが続きます。4番スマイルナウそのまま逃げ切れるか、独走か。4番スマイルナウが1着見事。続くは3番、7番、5番か。船橋第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。先頭を走るは1番バーニングウィンド。後を追うのは4番アルファエリザベス、5番グレイトインリカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番リアルデグニティ。その後には4番アルファエリザベスと1番バーニングウィンドが続きます。6番リアルデグニティそのまま独走か、独走か。6番リアルデグニティが1着見事。続くは7番、4番、1番か。船橋第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは6番ミッドコインが好スタートを切った。並ぶように7番クロニオス、1番ゲンパチルミナスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ミッドコイン。その後には1番ゲンパチルミナスと7番クロニオスが続きます。6番ミッドコインそのまま逃げ切れるか、独走か。6番ミッドコインがゴールイン。続くは1番、7番、5番か。船橋第7レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは2番白山織姫が先頭に立ちます。並ぶように7番スターオブケリ、8番エオリエンヌか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番白山織姫、その後には1番山市エスポと3番ノンズブレスが続きます。3番ノンズブレスが追い上げてくる、先頭か。3番ノンズブレスが1着見事。続くは6番、2番、1番か。船橋第8レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは4番ザビッグマン。4番ザビッグマンの背後には7番ジャックメモリアム、6番サンドジョーカーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ザビッグマン。その後には7番ジャックメモリアムと6番サンドジョーカーが続きます。7番ジャックメモリアムが先頭に立つか、追い抜くか。7番ジャックメモリアムが1着見事。続くは4番、3番、6番。船橋第9レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。5番ランペロニキが早速先頭を取る。5番ランペロニキの背後には6番タカラライナー、3番エクメリゴールドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ランペロニキ。その後には6番タカラライナーと3番エクメリゴールドが続きます。5番ランペロニキそのまま逃げ切れるか、独走か。5番ランペロニキが1着見事。続くは6番、3番、4番。船橋第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは1番プレストカイザーが先頭に立ちます。2番手は9番シャルフジン、3番コラルノクターンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番プレストカイザー、その後には4番オークハンプトンと11番カールスバートが続きます。12番ゴールドレガシーが先頭に立つか。先頭か。12番ゴールドレガシーがゴールイン。続くは6番、9番、3番。船橋第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは9番エドのフェニックスが好スタートを切った。後を追うのは10番リノデスティの8番ギガースか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番エドのフェニックス。その後には8番ギガースと11番フクのフードルが続きます。8番ギガースが追い上げてくる、追い抜くか。8番ギガースがゴールイン。続くは4番、5番、3番か。船橋第12レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは7番クジラが好スタートを切った。
その後ろには9番タンタシオン、1番ハセのクラウンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番クジラ、その後には4番シュネーガッツと9番タンタシオンが続きます。7番クジラそのまま独走か、逃げ切れるか。7番クジラが1着見事。続くは4番、12番、2番か。名古屋第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。先頭を走るは5番クールフレア。2番手は6番プリンセスツッキ、12番北野ニドルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番クールフレア。その後には6番プリンセスツッキーと11番デュエットカラーが続きます。6番プリンセスツッキーが先頭に立つか、先頭か。6番プリンセスツッキーがゴールイン。続くは9番、12番、7番か。名古屋第2レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは8番トリプルアイが先頭に立ちます。8番トリプルアイの背後には12番クリプティクコード、5番当選エリザベスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番クリプティクコード、その後には8番トリプルアイと5番当選エリザベスが続きます。2番セオグランジが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番セオグランジがゴールイン。続くは9番、7番、10。名古屋第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは7番ベルマリオン。2番手は1番マイファームーラン、5番ピスティスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ベルマリオン。その後には5番ピスティスと1番マイファームーランが続きます。9番プリンシアティアモが先頭に立つか、追い抜くか。9番プリンシアティアモが1着見事。続くは8番、11番、7番か。名古屋第4レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは2番クリスプエアーが好スタートを切った。その後ろには3番ナイトフォールさん、8番エッセンシャリティか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番クリスプエアー、その後には8番エッセンシャリティと3番ナイトフォールさんが続きます。9番アラタマシップが先頭に立つか、先頭か。9番アラタマシップが1着見事。続くは11番、6番。名古屋第5レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。10番 BB デシジョンが前に行きます。並ぶように1番プリマグランツ、3番ストレートアップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ストレートアップ。その後には10番 BB デシジョンと5番グレートロードが続きます。7番ウィンサムが追い上げてくる、先頭か。7番ウィンサムがゴールイン。続くは5番、4番、2番か。名古屋第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは3番活劇馬結びが先頭に立ちます。3番活劇馬結びの背後には12番ラグナキリア、9番とも残りか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ラグナキリア、その後には6番ハートマンと3番活劇馬結びが続きます。6番ハートマンが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番ハートマンがゴールイン。続くは8番、12。名古屋第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。3番名称先駆けが早速先頭を取る。並ぶように12番グレッツブロード、2番ジュレックスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番名称先駆け、その後には2番ジュレックスターと12番グレッツブロードが続きます。1番コーエイスシェフが追い上げてくる、追い抜くか。1番コーエイスシェフがゴールイン。続くは11番、12番、5番か。名古屋第8レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。3番ジャズボーカルが前に行きます。2番手は6番コールミーメイビ、4番ファーマシャインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番コールミーメイビ、その後には4番ファーマシャインと3番ジャズボーカルが続きます。2番ハーピークオーレが先頭に立つか、先頭か。2番ハーピークオーレが1着見事。続くは11番、5番、9番か。名古屋第9レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは1番マルトクローレルが好スタートを切った。後を追うのは11番リリーバローズ、2番名称小結びか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番マルトクローレル。その後には11番リリーバローズと2番名称小結びが続きます。3番エイブルマンが後ろから追ってくる、先頭か。3番エイブルマンがゴールイン。
続くは2番、5番、4番か。名古屋第10レース、各馬、揃って。スタートを切りました。7番手 M.O. ドリーが前に行きます。後を追うのは11番ワンサングヒーロー、4番ビッグベッターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ワンサングヒーロー、その後には3番ロードオブシャドウと7番手 M.O. ドリーが続きます。3番ロードオブシャドウが先頭に立つか、先頭か。3番ロードオブシャドウが1着見事。続くは4番、1番、7番。名古屋第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番スティールアクター。並ぶように12番ミトノホリア、5番チェイスザウィンドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ミトノホリア、その後には3番スティールアクターと10番にジーロハッピーが続きます。6番フークピグマリオンが追い上げてくる、先頭か。6番フークピグマリオンが1着見事。続くは11番、4番。名古屋第12レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは4番ウィズアウト。その後ろには2番白山セーブ、1番ミカノベニュスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ウィズアウト。その後には1番ミカノベニュスと2番白山セーブルが続きます。6番ファベルジェックが後ろから追ってくる、先頭か。6番ファベルジェックがゴールイン。続くは3番、11番、8番か。園田第1レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは5番巡洋が好スタートを切った。5番巡洋の背後には4番サンワルフィ、7番ダリカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番巡洋、その後には7番ダリと4番サンワルフィが続きます。7番ダリが先頭に立つか、先頭か。7番ダリがゴールイン。続くは5番、4番、2番か。園田第2レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは2番エロイムエッサイムが先頭に立ちます。並ぶように4番ビーチボーイ、3番キャンディローズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番エロイムエッサイム、その後には4番ビーチボーイと3番キャンディローズが続きます。2番エロイムエッサイムそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番エロイムエッサイムがゴールイン。続くは4番、3番、1番か。園田第3レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは2番プロバブルチェンジが好スタートを切った。並ぶように5番サンライズアトム、7番レイトフルールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番プロバブルチェンジ。その後には9番 AT タキオンと7番レイトフルールが続きます。2番プロバブルチェンジそのまま独走か、逃げ切れるか。2番プロバブルチェンジが1着見事。続くは9番、4番。園田第4レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは1番サトノドゥチェ。その後ろには4番マーレイン、8番ベアメイフェザーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番サトノドゥチェ。その後には4番マーレインと8番ベアメイフェザーが続きます。1番サトノドゥチェそのまま独走か、逃げ切れるか。1番サトノドゥチェがゴールイン。続くは3番、9番、5番か。園田第5レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。8番エクソソームが早速先頭を取る。後を追うのは6番ブラックアウト、4番ヒイラギか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番エクソソーム、その後には7番アルディとクライと6番ブラックアウトが続きます。8番エクソソームそのまま独走か、独走か。8番エクソソームが1着見事。続くは7番、6番、3番か。園田第6レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは5番ミヤビルーナが好スタートを切った。2番手は6番ヒーリングアート、1番フェイスナインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ヒーリングアート、その後には5番ミヤビルーナと8番マリオンヌが続きます。8番マリオンヌが追い上げてくる、先頭か。8番マリオンヌが1着見事。続くは6番、2番、3番か。園田第7レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは3番ピロコギガマックス。並ぶように6番メタルメタリカ、1番サインポールか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ピロコギがマックス。その後には6番メタルメタリカと1番サインポールが続きます。1番サインポールが追い上げてくる、先頭か。1番サインポールが1着見事。続くは5番、6番、3番か。園田第8レース、各馬、揃って。スタートが切られました。7番ハヌマーンが早速先頭を取る。その後ろには9番ユーバエ、1番フレイムフォースか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ハヌマーン。その後には6番リボンピーチと8番エクスプロラベストが続きます。7番ハヌマーンそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番ハヌマーンが1着見事。続くは6番、5番、8番か。園田第9レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは2番メイプルキャプテンが好スタートを切った。2番メイプルキャプテンの背後には8番エレガントフルー、6番薬人妙を追うか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番リグナ、その後には6番薬人妙を追うと2番メイプルキャプテンが続きます。12番アカリビッキーが先頭に立つか、追い抜くか。12番アカリビッキーが1着見事。続くは1番。園田第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは3番キーチオータム。並ぶように5番サニーヨエザ、2番クロシンジュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番タガノフリューゲル。その後には3番キーチオータムと5番サニーヨエザーが続きます。4番カターテソーロが先頭に立つか、追い抜くか。4番カターテソーロが1着見事。続くは3番、10番、7番か。園田第11レース、各馬、揃って。スタートが切られました。11番オーサムサンライズが前に行きます。その後ろには4番セイウンスイート、5番タイキザモーメントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番オーサムサンライズ。その後には5番タイキザモーメントと10番ジューンステータスが続きます。5番タイキザモーメントが後ろから追ってくる、先頭か。5番タイキザモーメントが1着見事。続くは8番、2番。園田第12レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは8番ワールドペコ。その後ろには10番マイガットユ、12番スッカカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ワールドペコ。その後には7番ベベと6番ラブ&グレースが続きます。7番ベベが先頭に立つか、追い抜くか。7番ベベがゴールイン。続くは4番、3番、2番か。